ブライアン・グリーン。2008年世界サイエンスフェスティバル開催発表会見にて、ブライアン・グリーン。ハーバード大学にて、ブライアン・グリーンはアメリカ合衆国の理論物理学者。超弦理論や多元宇宙論などの最先端の理論、物理学を一般向けに紹介する著作や TV メディアへの出演で広く知られている。ニューヨーク市生まれで幼少の頃より、 数学の才能に秀でていた。12歳の頃には、高校レベルの数学をマスターし、コロンビア大学の数学教授の個人指導を受けていた。名門スタイベさんと高校を経て、1980年に、ハーバード大学に進み学士号を取得後、ローズ小学生として、オックスフォード大学に留学、1987年に博士号を取得した。 コーネル大学教授を経て、1996年より、コロンビア大学物理学部教授を務めている。同校では、インスティチュート・フォー・ストリングス・コスモロジーアストロー・パーティコル・フィジクスの共同ディレクターとして、超弦理論の宇宙論への応用に関する研究プロジェクトを率いている。学外での活動も、精力的で、海外で講演したり、一般人向けの教育テレビ番組シリーズの 進行役などを務めるなど、マスメディアに頻繁に登場し、最先端の物理学を一般大衆にも分かりやすく、紹介する啓蒙活動を行っている。近所ザ・エレガント・ユニバースは、この類の書籍としては珍しく、ベストセラーとなり、翻訳版も出版されている。2000年のアメリカ合衆国の映画、オーロラのカナタへでは、物理学面の交渉を担当している。ありがとうございます。